呆れた。収支買いにも程がある。こんな極東の島国まで転生先に選ぶなんて、よっぽど面白い条件でも見つけたのかしら。ま、私には関係のない話だ。小さな町だし、炙り出すのに3日もいらないの。待っていなさいよ。すぐに片付けてあげる。出てきたニュービー？フローブ・アルハンゲ。一度だけだが面識はある。絶海より貴様の影を追ってきた。互いに長いは無用だ。この町は腐るように暖かく、虚ろなほど寒い。お前の首を断ち、その心臓を配慮する。俺の病はそれで癒されるはずだ。そう、予定に入っていなかったけど、死にたいのなら相手になってあげる。安心なさい、跡形も残さないから。策を浪さず、正面から来た万有に免じてね。なったばかりとはいえ、礼儀作法を覚えなさい。あなたに原理を譲った親の程度が知れるわ。あれだけ暴れたのに出てこないなんて、今回もあいつ今までより我慢強い？仕方ないけど、地道に探すしかないか。人間みたいで面倒だけど。危ない危ない、危うく転ぶところだった。おかしいな、石につまずくなんてそんな無駄な機能ついてないのに。ブローブにやられた傷がまだ治ってないよね。けど何かしら変にむ明日にもロアが見つかるっていう知らせならいいんだけど。戦いになるといいけど。目障りよ、あなた。私を殺した責任取ってもらうんだから。とにかく遊びたいだけだろ、お前。嘘、私あんなに切れないんですけど。早く私を止めないと大変よ。そんな武装で舐めてるの？代行者として吸血鬼を排除します。いいわ、相手になってあげる。挑戦に応じよう。戦いになるといいけど。姉妹の絆、見せつけちゃいます。いいわ、相手になってあげる。覚悟はできているようね。その心臓を俺によこせ。冗談、100年早いんじゃない？
嬉しいね。17度目の婚姻だ。戦いになると思う。